どうもこんにちは、太郎です。東方ロストワードメインストーリーやっていきたいと思います。第1章ですね。いよいよやっていきましょう。幻想ことっていうのかな、これ。お、ゆかりさん、すべてが幻想になる。神社で迎えた朝、霊夢と掃除を始めると、何でしょうね。お、さらに第1節、誰これ。皆さんおはようございますって、あれ、留守でしょうか。いつもは霊夢さんが掃除してたりしてなかったり。かわいい子ですね。出てくるんかな。行きましょう。そうだよね、一日長かったな。なんかおはよう両津、どう、昨日はよく眠れたかしら。おはよう、とてもよく眠れました。どこで寝たんだろう。気持ちのいい朝だし、まずは君に手伝ってほしいことがあるの。掃除かな、さっきの感じ。あ、やっぱり境内の掃除。まさに巫女さんのお仕事って感じする。なんか朝早いかな、これ。もしかして北霊神社の立ってる場所って、この幻想郷を包む北霊大結界の狭間にある。どこまでを敷地内と呼んでいいのやら、実は私もよくわからないんだけど、曖昧なのか。表側の境内と反対側の裏の森、大きな水ならの木があるあたりまでが掃除対象かしらね。なんとなく掃除すればいいのかな。お、朝からマリサが来たよ。おいおいおい、お前がちゃんと掃除？聞いたことも見たこともないぜ、マジで。これどっちが本当のこと言ってんだろう、これ。おはよう。おはようさん。マリサ、なんかさ、マリサってさ、勝手なイメージね。なんか、昼から来るやつって感じがしてた。朝起きないみたいな。こんな朝早くに来たってことは、掃除を手伝ってくれってことね。リエムちょっと、うまいな。いや、単なる気明かしだか？なら帰れってなりそう。気明かしついでに、ユウツが使うほうきを持ってきてくれたのね。マジのほうきで掃除をさせるっていう。ほんとね。やっぱり？でもね、猫のほうきは掃除道具以外の何物でもないのよ。それを貸してくれないなら、ほうきを2本持ってくるところから手伝ってよね。これが冷やかしの代償か？まあいいけど。なんか慣れてんな、扱いに、レイムは。裏の森からやっちゃいましょう。なんだかんだ幻想郷での一日が始まったな。この生活に慣れていくんでしょうか。裏の森、ここが。雰囲気違うね。これもまた、北霊神社の一面なのよ。あ、そうだ。一応気をつけてね。ここには厄介な連中が住みつ、厄介な連中、厄介な連中しかいないんだから、この世界。大丈夫か？ゆかりさん。妖精が3匹、そこの大木に住んでるってだけだ。妖精。いたずらを仕掛けられるって意味じゃ、妖精、妖怪よりも立ちが悪いかもな。そんなこと言って、油断した奴らのトラップにかかっても知らないわよ。怖いんだが。掃除するのにもちょっと神経を使うね。落ち葉や落ち枝が多いわね。どう手分けしたものかしら。私に任せろ。魔法で。どうだ？要はここが綺麗になればいいんだよ。なんか、ぶっ飛ばしたりするんじゃない？大丈夫？ぶっ飛ばすなよ。それは、そうだけど、何する気？なんだ、私の身に、は、経路っていうかな。吹き飛ばす？やっぱ、やっぱぶっ飛ばそうとしてるよ、これ。簡単じゃないもん。やっちゃダメだよ。あー。マスタースパー、スペルカード使おうとした？何か見つけたね。なんだろう。どうしたのよ。おい、これって。お！え？赤い風結晶？なんだ？これは全然知らない。ふむふむふむ。性能が3倍高そう。本当に言ってる？大きさ、甘さは、青いのと同じか。サテンか？
色以外は今までの風結晶と大差ないって感じだぜ。ええー、赤いやつ。ああ、何かあった？全然記憶ないんだけど。何か手がかりかな？幻想郷に来てから今までのことがいつの間にか書き込まれるんだったな。めっちゃいいな。便利な日記帳。赤い風結晶なんて初めて見たんだろう？今それを見ても意味ないんじゃないか？ん？何乗ってんの？本当に？なんだろうね。赤は入り口、青は出口。入り口に触れたものは出口に送られる。どういう意味ですか、これ。入り口、赤に触れたら青に送られるってこと？入り口に触れたら出口に送られる？わからん。読んでったらわかるかな？どういうことなんだよ、本当に。入り口だって？これはすごくやばいような。何も起きないぞ。大丈夫なのか、本当に。何か起きてからじゃ遅いから。なんかどっか行っちゃいそうじゃない？これ。うわぁ。何？なんすか？やば。なんかやばそうな雰囲気。これ妖精のいたずらとかそんなんじゃないよな。幻想こと、なんだこれ、導入？始まったのかな？なんだなんだ。すごい気になるスタートでしたね。第2話行きましょう。すべてが幻想になる第2話。なんだこれ、めっちゃ景色のいいところに来たよ。週末ついちゃったわ。服がびしょ濡れ。海の中に落ちたのかな。リョウト大丈夫？怪我はない？大丈夫。ずぶ濡れ。ずぶ濡れ。さっきの一体何だったんだ？わからないけど、強制的にどこかに飛ばされたみたい、この場所は。全然見覚えがないじゃない、これ。水がしょっぱい。海か。おいおいおい、レイム。こりゃ海だぜ。マリサとか海知ってんのかな？本当ね、海だわ。しかし、いつか思い出すな。なんだろう。ここに記憶があるんでしょうか？あ、海の話？ん？幻想郷には海がない。海があるのは、もっぱら、月の裏側なんだ。月の裏側には海があるの？知らなかった。私たちは以前、ひょんなことからそこへ行ったことがあってな。海がない？月に行った？なんか、追いつかないよね。理解が追いつかない。そうそうそう、混乱する。まあ、詳しいことはおいおい話すとして、あの時は吸血鬼と従者のメイドもいたっけな。お天板にやられてて、なかなか見物だったぜ。何？そういうあんたもお天板だったけどね。みんなお天板にされてんの。自分のことは棚にあげるのか？そういう思いだって。まあ、思い出話は今度にして、今度聞かせてくれるのかな。海があるってことは、ここは月なのか。あ、そっか。マリサ的には海イコール月なんだよね。桃の木もないし、明らかに雰囲気は違うわ。月じゃないとしたら外の世界？月も外も不正解。ここは幻想郷よ。え、誰？幻想郷に、そして海があった。おら？ゆかりさん？違う、そっくり。あ、ゆかりだわ。え？生徒会長。ゆかりさんだけどゆかりさんじゃない？なんだ？説明が必要。え、めちゃめちゃ必要。そういう顔しているもの、つまり私の出番というわけ。いや、どういうこと？どうしたの、その格好。会長っていうなんかセンス持ってる。いつにも増しておかしな格好をしてるな。何よ、その反応。制服っていうのよ。似合ってるでしょ。コスプレすか。そうでしょ。あなた、人間にしてはよくわかってるわね。
この制服、私専用にアレンジしてあるの。ジャストサイズ。あなたにはご褒美。やった。なんだこんなのでご褒美？そうやって甘い言葉で騙してくるの。もらったら何か起こるかな。気を抜くとすぐ何かを仕掛けてくるんだぜ。本物の役務ゆかりかどうかわかるまで信用しちゃダメ。それじゃあ私が役務ゆかりに化けた別の妖怪なら信用するってことなの？そういうことなの？逆に本物だとダメなんだ本物のこの幻想郷の役務ゆかりよ。この幻想郷の怒りだったとしても疑われるっていうね。怒りはかわいそうだな。幻想郷にこんな海があるなんて聞いたことないわよ。幻想郷に海はない。それは事実よ。ここが幻想郷であることもまた事実なの。海のある幻想郷。そうか、全部が事実だとすれば、この幻想郷には海があるっていう、そういうことになるのかな。実は海ではない。あー、それ、下にしよっか。海に見える。さっぱりだぜ。そう、さっぱりなんや。さっぱり妖精が出てきちゃいそうな。さっぱりさっぱりって。ついてきなさい。これから何か説明があるんだろうか。ついていくとしましょう。油断禁物。本物の怒りだったとしても疑わないといけないからね。おや？あれ？確かにここは正真正銘の幻想郷だ。でもそうなるとこの周辺っていつの間にこんな水浸しになったの？人間の里も魔法の森も海に飲み込まれたってこと？なんでそんな天変地異が？あなたの幻想郷は元のままや。あ、ってことはやっぱりじゃあ何？パラレルワールドみたいな感じかな。別の幻想郷？あなたの？もっとわかるように言いなさいよ。私にもその質問はよくわからないな。わかりやすく頼むぜ。もっとわかりやすくお願いします、本当に。その前に、今のままでは風邪をひいてしまうわ。替えの服用意してあるから、もう少し先へいらっしゃい。水着に変身する。どうだ？変身してほしい。願望。海だからね。なんだか気が抜けちまったぜ。ついていくか。油断しないように。ゆかりだからね。なに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 。誰？あ、さっきのあの人だ。あなたか手を貸していただけないでしょうか。興味本位で赤い結晶体に触れたら、なぜか海に落とされて。俺たちと一緒じゃん。カエルにピース。なんでしょうね、この子は。こっちや。サナエ、コーチやサナエ、サナエ。服がびしょびしょのベッドベッドでテンションだだ下がりって、皆さん奇遇ですね。どうしたんですか？わしらもびしょびしょなんだ。サナエ、どうしたって、それはこっちのセリフよ。海ってさ、やばいよね。塩水だから。お前も巻き込まれた口か。巷で見るようになった謎の結晶体について花子様と諏訪子様から調査をするように言われまして、ところによればレイムさんがそれを集めているとか。それで様子を見にめちゃめちゃ笑顔なの。ノリノリで調査しに来たら巻き込まれた。はじめまして、諏訪子か。風放りを務めています。風放りって何？巫女みたい。あ、この子も巫女なんだ。じゃあ、そうそう、霊夢と一緒。厳密には違うけど、ややこしいから今省くわよ。ただでさえサナエが出てきてややこしくなってるから。本当に風邪ひいてしまうわよ。
このゆかりさんはめちゃめちゃ風邪の心配するな。ほらほらほら、さなえも、とにかくこちらいらっしゃい。着替えは全部あるから安心なさいね。着替えは全部だってよ。いや、ほんとそうだよね。さなえも来るのが分かっちゃうのかな。気を引き締めていきましょう。なんでも大歓迎です。なんでこいつは目がキラキラしてんの、おかしいだろ。巻き込まれて嬉しいみたいな。めちゃめちゃ暇だったのかな。そんな感じがするな。はい、始まりましたね、第1章。なんかとんでもない展開になった。いきなりパラレルワールドみたいな感じになってどうなっていくんでしょう。気になるところですが、まあ、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。あ、ちょっと待って、日付が変わってんね。これログインするか。はい、やってまいりました。せっかくなのでこちらルーレットをやっていきたいと思います。えい、100連出るかな。まだね、10日目ではないので30連欲しいな。30連来てくれ。30連。昨日ね、30連だったんです。そういえば20。お、いいじゃん。20回。一瞬100連をちょっと夢見た今。行きましょう。お祈り。前回ね、チルノが出てくれたんだよね。嬉しかったです。さあ、このガチャを引いて今回の動画終わりにしましょう。何が出るかな。あともう2段階。金から、あー、スキップで発言あるか。お、最後発言。めっちゃ綺麗じゃん。でも星さんなのかこれ。なんて読むんだろうね、これ。名称結構ひどいな、このガチャ。今回、20連目。2回目に期待を込めましょう。コネクティング。あー、新しい。やっぱキャラが欲しいよね。最初だから。特にさ、一人でも。なんかここでさ、サナエとかさ、出てくれたらさ、ちょっと運命感じるよね。出てこないかな。ん？お！いいじゃん。来てんじゃない？これ。二人目。二枚目か。二枚目。楽しみ。この詐欺。誰かな？誰？鍵山ひな。客人、鍵山ひなよ。さすがに大変そのものは引き受けられないけど、あなたが抱える普通の役なら引き取るわ。めっちゃ可愛いじゃん。鍵かけよ。鍵山ひなゲット、嬉しい。あとはどんな感じでしょうね。もうスキップでいいかな。発言がある。妖怪、本を読む。かわいい。めっちゃかわいいじゃん、これ。こんな感じ。はい、ラッキーでした。よかった。キャラゲット。はい、ということで始まりました。東方ロストワード第1章。スタートして、これから楽しみっていうところですよね。今回はこれで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。